はいどうも皆さんこんにちは、ゴードンと申します。本日からですね、ポケットモンスターソードシールドエキスパンションパス冠の節電開店しました。よっ、10月23日本日から配信開始ということで、待ちに待った冠の節電、新しいポケモンたちもどんどん出てくるんで、めちゃくちゃ楽しみにしました。ということで早速プレイしていきたいと思います。はい、ということで始まりました冠の節電。いきなり来てますね。冠の節電の行き方、冠パスを手に入れました。ブラッシータウン駅の駅員に見せると冠節電に行くことができます。謎に満ちた雪深い草原で伝説のポケモンたちを探し出す新しい冒険に出かけましょう。ということで今回のこの冠の節電、伝説ポケモンたちが全て出てきます。これがめちゃくちゃ楽しみで、ちょっと今回配信開始を待っておりました。まあ、ここで、ね、話してても始まらないので、どんどんやっていきたいと思います。行ってみよう。はい、ということでブラッシータウンやってきました。ここからですね、ブラッシータウン駅というところに行って冠雪原に突入したいと思います。じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、ここがブラッシータウン駅になります。入ってみましょう。どうしたらいいんだこれ。このお兄さんかな。お客様、冠パスもお持ちでしたか。でしたら冠草原に行くこともできますね。本日はどちらに行かれますか。じゃあいきなりちょっと冠雪原駅行ってみたいと思います。冠雪原に、おお、列車、あ、そっちに行くのね。鎧は右に行ったんですけど、え、すげえすげえすげえ、おえー、下に繋がってる。すげえ、下に雪原繋がってますねこれ。うわ、すごっ。冠雪原、え、めっちゃテンション上がるこれ、やばい。うわぁ、雪ですね。冬ですよ、完全に。あ、この人前もいた人。君って冠雪原初体験でしょ。私ココイラでポケモンの生態を研究してるんだ。最近冠雪原に古代のポケモンや珍しいポケモンが現れてさ、ポケモン図鑑アップデートするから一緒に調査してくれない。うわ、いいねいいねいいね、いいですね。ロトム図鑑がこれでアップデートされました。これは全ポケモン捕まえなきゃダメですね、やっぱり。新しい冠雪原図鑑完成目指して頑張ってね。ありがとうございます。じゃあ早速ね、ここから僕の冒険が始まります。行ってみましょうか。うわー、わ、寒そう。こんな薄着で寒そうやね。すごい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 。うわ、マジですげえこれ。雪ですね、本当に。冬って感じ。雪降ってるし。全身緑のゴードンくん、もう親父しつこいしついてこないで。誰ですかね、いきなり現れました。おーっと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 、いい加減ほっといてよ。私はマックスダイスアナでダイマックスアドベンチャーするの。珍しいダイマックスポケモンといっぱい戦うんだから。ダーハハハ、心配しなくていいぞ。そんなところよりもっと楽しい場所があるんだ。おっと、誰ですかねこれ。イケてるパパと一緒にいっぱい楽しもうな。これは親子なんですかね。超ありがた迷惑なんですけど。嫌がってますね。聞き分けが悪いとあれだぞ、大声出しちゃうぞ。なんで点が入る。げ、それはマジ勘弁。なんですかねこれ。どういうイベントの。お、もしもし、そこの少年、しつこい親父から絡まれて困ってるの。助けてちょうだいよ。いや、まあ人の親子のところ勧誘したくはないですけど、あんまり。マジ、じゃあ親父の相手よろしくね。おっと、おい坊主、事情も知らずに首突っ込むあたりは感心しねえが。いや、まあもちろん、僕もそういう気持ちですよ。まあお前さんも倒せばそこの娘も納得するんだろう。やばい、ちょっと待って、手持ちがいない。俺の名前はピオニー、ピオニーさん。チートばかし強いから覚悟しろい。やばいって、手持ちいないんだけど。ピオニーさんとのポケモントレーナーのピオニーが勝負を仕掛けてきた。ちょっと待って、これ俺エルレイドしかいないんで大丈夫かな。大王道、あれ大王道ってローズさんも使ってましたよね。なんかちょっと見た目似てるな。そういえばダハハ、元ジムリーダーに喧嘩を売るじゃ大したやつだな。おっと、元ジムリーダーなんですねこの人。まあインファイトでぶちのめましましょうかこれは。よし、ピオニーさん突破。いきなりこんな対戦イベント始まるんですね。すごっ、ピオニーさんにいきなり絡まれました。あんまし自分で強いとか言うもんじゃねえな。元ジムリーダーなんですねこの人は。めちゃくちゃツルツルじゃん頭。ダーハハハ、まさか若造にコテンパンにされるとはな。ん、あ、娘いなくなってんじゃん。愛しの我が娘シャクちゃんっていうのね。シャクちゃんがいねえ。本当に娘。本当だよ。おうよ、それ以外にどう見えるってんだ。いや、娘にはあんま見えないですけどね。久々の親子水入らずの家族旅行に来てんだから。こんなところに。見知らぬトレーナーをおとりに逃げるた、さすがシャクちゃん。なんか喜んでますね。
パパへの愛情の裏返しだな、ダーハハ。なんか楽しそうですね。そうですね、そういう娘なんだよ。ド愛らしいだろ、なにそれ。でもあいつがいねえとせっかく考えた伝説の体験ツアーが始められねえ。そういやシャクちゃん、マックスダイスアナっつうところに行きたいとか言ってたよな。言ってましたね、さっき。そうやってパパに追いかけてほしいんだろうな。おうおう、きっとそうだぜ。あー、なんかこの人すごいポジティブですね。そうと決まれば善は急げだ。なんこんな活動的な人います、あんま。ちゅうわけで俺は行く。いい勝負だったぜ。じゃあな、ポケモン強い坊主。服くれないの、俺寒そうなんだよね、ここ。わ、草むらめっちゃ走ってた。あ、こんな感じで始まるんですね。じゃあちょっと散策してみましょうか。これどこに行ったらいいんだろう。冠雪原を探索してみましょう。じゃあちょっと行ってみたいと思います。うわ、すげえな。あ、イノムかな。わ、チルットとかいるじゃん。フリージオとかいるじゃん。すげえすげえすげえ。ちょっとね、ここで仲間にしていきたいんで、何体か捕まえます。はい、ということで、フリージオとチルットとルージェラを捕まえたんで、ちょっとこのまま冒険進めていきたいと思います。え、どこに行けばいいんですかね。なんかちょっとよくわかんないんですけど、どこに行けばいいんだろうな。あ、あー、進んだ。物語進みましたね。おっと、びっくりマーク。あ、いますね、ピオニーさん。ここが噂のマックスダイスアナだな。我が娘は今頃この中で珍しいダイマックスポケモンとキャッキャしてるってわけか。うん、さっきのお前さんも一緒に来てみろよ。おー、こういう、こうやって進んでいくんですね。おっしゃ、パパも行くぜ。待ってろ、シャクちゃーん。すごい娘思いなパパですね。じゃあちょっと僕も行ってみましょうか。マンムーいんじゃん。あ、アマルスもいる。あ、進みましたね。マックスダイスアナということで、困ります。なんでだよ、うちの可愛いシャクちゃんが中にいんだろう。それはそうなのですが、だから俺もアドベンチャーすんだって。今する、すぐするぞ。ですから許可できません。ぐぬーん。うん、さっきの坊主来てくれたんだな。そうですよ、来ました、来ました。どうもこうもねえんだ。どう、うるせえ研究員が邪魔してきてよ。ひどいですね。誰がうるせえ研究員ですか。それはそうなるよ。あなたが説明を聞いてくれないからでしょ。何ですかね。ダイマックスアドベンチャーは危険と隣り合わせですから。だー、そういうまどろっこしいの苦手なんだよ。はあ、さっきからこの繰り返しでして、大変やねそれ。もしお知り合いでしたら、あなたが説明聞いてくだされば一緒に入っていただく形で許可できます。おお、マジで。おお、そいつはいいな。なんで俺いいの。頼むぜ、あちらさんの説明聞いて一緒にシャクちゃんを探してくれよな。いいですよ、別にそれは。なんで俺だったらいけんのこれ。ダイマックスアドベンチャーの説明を聞かれますか。はい、聞きます。おお、それでこそ相棒。オンに切るぜ。いつから相棒になったんだよ。それでは説明を始めます。はい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 、はい、何ですか。マックスダイスアナはガラル地方で見ることができない珍しいポケモンも生息している地下迷宮。ダイマックスアドベンチャー、4人でチームを組んで謎に包まれたマックスダイスアナを探検しましょう。巣穴の奥深くには伝説のポケモンが待ち受けています。ダイマックスアドベンチャーではポケモンをレンタルして進みます。はじめに一緒に進むポケモンを1匹ずつ選びましょう。巣穴の中には分かれ道があります。みんなで道を決めて進みましょう。途中にいるポケモンとはマックスレイドバトルで戦います。捕まえたポケモンを手持ちに入れてさらに奥まで進んでいきましょう。皆さんの手持ちのポケモンですとガラル粒子に反応して暴走する可能性がありますので、粒子の影響を抑えられるポケモンを用意しております。うむ、つまりあれだな、4人の俺が暴走すると安全にレンタルされて皆さんの珍しい可能性が、どういうこと。どういうこと、意味わからんよ。全然違います。それそうです。危険な場所なのできちんとルールを覚えてください。もちろんもちろん、よくわからないけどそういう場所なんだな。よっしゃ、俺には難しいみてえだから勝手に入らせてもらうぜ。めちゃくちゃなおじいさんですねこの人。シャクちゃん今行くぜ。やばくねこの人、大丈夫。これだいぶやばくない。あ、ちょっと危ないんですって。それそうよね、危ないよね。あの人一体何なんですか。そうなるよ、顔はローズ院長にそっくりなのに。なんかありますねこれ絶対。あの人追いかけるためじゃないですけど、ダイマックスアドベンチャーをするなら私に声をかけてくださいね。じゃあもちろん。この人は何、やばくね。マックス鉱石ってので交換できるの、すごっ。あー、出ました、特性パッチ。通常の特性を持つポケモンに使うと珍しい特性に変えられるパッチ。200個もいんのかこれ。うわー、てかウルトラビースト出てくるっぽいですねこれ。ウルトラボールもある。
すげえ、マジでマックス鉱石っていうの今回あるんですね。鎧鉱石とマックス鉱石っていうのがあるんだ。はい、わかりました。せっかくポケモン捕まえましたけど、ちょっとダイマックスアドベンチャー挑めないみたいなんで、このまま行きます。探検が終わったら報酬としてマックス鉱石を差し上げます。途中で捕まえたポケモンは調査のためこちらで引き取りますが、1匹だけなら連れて帰っても大丈夫ですよ。嬉しい。じゃあ行きます。え、すげえすげえすげえ、めっちゃいいじゃん。初めてのアドベンチャーですので、まずはルールを覚えるためにも一人で挑戦をおすすめいたします。じゃあ一人で挑戦いきます。あ、レンタルね。うわー、どうしようかな。じゃあペリッパーでいきます。雨降らしペリッパー。あ、そういうことか。あ、いいね、いいね。ペリッパークリムガン、ニドキング、ニューラ、いいですね。結構いいメンツじゃない。おお、すげえ。え、こ、え、すごくねこれ。え、すごい。巣穴の奥から水タイプの強い反応を確認。え、これ悪ってなんだこれ、何のことなんだこれ、わかんない。虫はわかんない。うわ、両方わかんないけど悪行ってみたいから悪行ってみます。はい。え、すごいこれマジで。あー、ワルビアル、え、ワルビアル出てくるんですね。これ楽しいですね、普通に。ワルビアル、はい、ということでワルビアルゲットしました。よしよしよし、とりあえずワルビアルを1体目ゲットしました。これが手持ちになるんですかね、仲間になってくるのかな。あ、そういうことか、ワルビアルと入れ替えられるかどうかってことね。1個ずつ変えていくか。はい、1体ずつ変えていきましょう。じゃあ捕まえたポケモンを使うように、これは3択か。3択、飛行タイプ、ドラゴン、地面。これ絶対フライゴンじゃん、ドラゴンで。これ飛行が多分これストライクですね。地面わかんないけどドラゴン行こう。なんか途中に置いてある、なんだあれ、ドラゴン途中に木の実が落ちてる。え、こういうのもあるんですね。え、すごい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 。これ絶対フライゴン。地面タイプできたの間違いだったな。結構もう一発で捕まえれるぐらいの仕様になってるんですかね、これは。難なく簡単にゲットできますね。じゃあフライゴンでいきましょうか。フライゴンに変えていきましょう。まあ、フライゴン何がいいって緑色なんでね、僕好きなんですよね。エスパー、鋼、ノーマル。あ、違う、2択だ。エスパーか鋼か。なんですかね、全然わかんないな、これ。2体でも全然わかんないんだけど、じゃあ鋼でいきますか。フライゴン鋼タイプ得意なんで、一応地面タイプなんで、フライゴン。人がいますね。バックパッカーに出会った。よかったら道具分けてあげるよ。どれがいいかな。すごい、すごくないこれ、もらえんの。光の粉、白いハーブ、ノーマルジュエル、エレキシード、命の玉。命の玉ください。じゃあこれください。フライゴン命の玉を落とせます。すごい、ここで、あ、適用されるんですね。え、めっちゃすごいじゃんこれ。うわー、二段ギルね。二段ギルか。二段ギルさんね。はいはいはい、新たなフライゴンでいきたいと思います。うわ、これ楽しい。え、泥かけなの、地面タイプの。まず泥、あんまり強くないですねこのフライゴン。あ、とりあえず捕まえていきます。全部二段ギル捕まえました。じゃあ次二段ギルに切り替えますか。フライゴンから、フライゴン好きなんでね、ちょっと名残惜しいですけど、ちょっとフライゴンちゃんから二段ギルに変えましょうか。二段ギルに入れ替えましょう。ちょっとフライゴンやられかけてたんで入れ替えて。あ、来た、水。最後、スイくんじゃん。スイくん出てきたんだけど、二段ギルでいける。こんな感じで伝説出てくるんですね、スイくん。うわ、うち打点な、穴を掘る、キモキモすぎだろこいつ。あ、やばい、こんな、やばいって。ああ、うちの二段ギルが、俺の二段ギルやられた、やばい。マジでごめん、頑張って、いけ、穴を掘る、いけ、穴を掘る、ナイス、いけ。おお、スイ君倒しましたね。すげえ。これ投げれんのボール。一応じゃあスーパーボールにしましょうか。ここはやば、捕まえれるの、スイ君捕まえちゃいましたけど僕。スイ君捕まえちゃったよ。
1匹持って帰るポケモン、そんなんスイ君に決まっとるでしょ。こんなのマックス鉱石9個、巣穴を探索と奥まで到達、すごいポケモンボーナス。いやスイ君えぐくね。嬉しい、スイ君手持ちになりました。ただ手持ちから外したいな、ちょっとあんまり変に努力値振りたくないんでガチガチ対戦者みたいになってる。あ、誰か来ましたね。あれ娘、ダイマックスアドベンチャーしに来たの。やだ、超気が合うじゃん。あ、シャクヤっていう名前なのね。シャクちゃんじゃないのか。シャクヤ、あたしはシャクヤ、よろしくね。そっちの名前はゴードンだよ。僕はゴードンです。なんか学生さんですかね、シャクヤちゃん。超名前に合ってんじゃん。親に感謝。嬉しいですね。てか親父も来てんの、私見てないから。迷って入り口戻ってんじゃん。あ、そうなんだ。あ、さっきは親父のおとりに使ってごめんね。超しつこくてさ、あの後大丈夫だった。いや、ちょっと大変なことになりましたよ本当に。あの親父に勝ったっての。勝ちましたけどね。バカンス中とはいえ、あの人元ジムリーダーなのに。親父といえば今回の旅行やけに張り切っちゃってさ、私とこの辺りの伝説をめぐるガチな探検ツアー考えてるみたいなんだけど、年頃の娘としては親子2人でそういうのちょっと恥ずかしいつうか、照れてるんですかねこの子。そもそも私はダイマックスしたポケモンと戦いたいのよね。超でっかいポケモンと勝負する快感、想像するだけで。あ、そうだ、ゴードンくんぐらい強かったらさ、私の代わりに親父の探検ツアーに付き合えるっしょ。困りますよ。大丈夫大丈夫、親父ああ見えて面倒見いいし、さすがにあんなウキウキの親父一人にすんのかわいそうだしね。あなたももしかすると伝説のポケモンに会えるかもだし、私はマックスダイスアーナ遊び尽くしたら合流するってことでさ、2人で先に伝説巡っといて。めちゃくちゃなこと言われてますね。伝言とかもろもろ親父のことお願いね。いや、まあなんか親があんな感じだと子供もああなるんですね。おーい、あ、ピオニーさんですね。大丈夫か。あれピオニーさん、あれ何してんの、何してんのピオニーさん。いてえ、どいてえよ、シャクちゃん、シャクちゃん。どうしました、この騒がしい人。岩にすっ転んで頭打ったんです。大丈夫。アドベンチャーの恐ろしさを身をもって味わったぜ。岩の裏に娘がいないか調べてたらこのありさまよ。娘さんタンドンか何かですかバカにしすぎじゃないそれ。ちょっとそれバカにしすぎでしょ。ちびっと休んだら元気満タン、薬いらず。それはそうとよ坊主、シャクちゃんには会えたのか。会えました。ふぬー、なるほど、シャクちゃんはダイマックスアドベンチャーっていうのを遊び尽くすまで戻らねえ。だから俺ら二人でピオニープレゼンツ探検ツアーを先に始めといてほしいと。今回の旅行はよ、シャクちゃんのために夜なべしてツアープランを考えたんだが、自分でいろいろやってみたい年頃ってことかね。あんまり押し付けすぎるのも教育上良くねえのかもな。おー、なんかパパですね。おっしゃ、お前さん名前は？ゴードンです。ゴードン、俺はピオニー。もう名乗ったっけ。いや、名乗ってますよ。ダハ、改めてよろしくな。すごいおじさんですね。なんかピオニーのリーグカードもあった。シャクちゃんが混ざりたくなるクレー、楽しい探検しようぜ。しましょう。じゃあ行きましょうか。もうノリノリで行きましょう。こっちもど、ナイスな返事だな。それでこそあれだよな、ダハハ、伝説のポケモン愉快に探しまくろうぜ。そうと決まればゴードン、この先のフリーズ村でピオニー探検ツアーの作戦会議を開始するぞ。詳細は現地にて迅速に集合されたし。なんつってな。調子いいおじさんですねこの人。あら、だはははは、調子のいいおじさんですね。はい、ということで、じゃあちょっと第1部ここまでにしましょうか。ポケットモンスターソードシールド、エキスパンションパス、カンブリの雪原、ここまでで一旦切りたいと思います。またね、冒険して動画上げていくつもりなんで、よかったら見てってください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。